フジテレビ政治部の千田純一です。来月にも行われる見通しの内閣改造と党役員人事はポスト安倍を睨んだ注目の人事となります。そこで今回は安倍政権の屋台骨で今後の政局のキーマンでもある菅官房長官にスポットを当てて解説します。第2次安倍内閣発足以降7年8ヶ月にわたり安倍総理を支えてきた菅官房長官、去年新元号令和を発表したのをきっかけに人気知名度ともに急上昇しました。そして翌月にはワシントンとニューヨークを訪問し、ペンス副大統領を含むアメリカ政府要人との会談や拉致問題、国連シンポジウムで講演を行うなど外交面でも存在感を発揮し、ポスト安倍の一人に躍り出ました。しかしその後は自身に近いと言われた閣僚の相次ぐ辞任や安倍総理主催の桜を見る会をめぐり連日国会や記者会見で説明に追われたほか、総理周辺との確執や重要政策が決定される場面での不在も指摘されるようになり、一連の動きは菅潰しや菅外しともささやかれました。令和発表を契機に急上昇した人気がかえって反感や嫉妬を招いた形となった菅長官、これによりポスト安倍の座も遠ざかったかに見えましたが、周辺が長官は売られた喧嘩は買う人だ、批判が多ければ多いほど燃える人だ、菅ちゃんがこのまま終わるわけがないと語るように、菅長官は静かに挽回の機会を探っていたものと思われます。そして今年の春以降、菅長官は反転攻勢に出て求心力を取り戻しました。そのきっかけとも言えるのが4月から始まったビジネス誌での人生相談の連載です。現職官房長官の異例とも言える人生相談に、永田町霞が関では人間菅の売り込みがついに始まった、明らかに次を意識しているなど様々な憶測を呼んでいます。そして6月の通常国会閉会以降はメディアに相次いで出演し、政府の新型コロナ対策や台風シーズンを控えた水害対策について積極的に発信し、発言が頻繁に取り上げられるようになるなど存在感が高まりました。また菅長官は自らが進める政策の点検にも余念がありません。菅長官の肝入り政策であるダムの水量調整による洪水対策が実践されている現場や新型コロナの研究施設の視察と、自ら現場に足を運び政府の取り組みの発信や課題の洗い出しに精力的に動いています。こうして永田町で菅ブーム再来ともいえる現象が起き、完全復活した格好の菅長官ですが、ポスト安倍について問われると必ずと言っていいほどこう答えます。自らそのウィズコロナ、ポストコロナの時代にそのリーダーシップを発揮していこうというお考えというのはございますか？それは全くないです。私にはポスト安倍なんていうことは全く考えておりません。それもそのはず、安倍総理は自民党総裁の任期をあと1年残しています。その安倍総理を最も近い立場で7年8ヶ月も支えてきた菅長官だけに、今ポスト安倍について自ら言及することはあまりにも拙速で審議にも反するという判断があると思われます。現に政府与党内ではすでに総裁選に意欲を示しているポスト安倍候補については、浮き足立っている気がする、このコロナ危機の中で全く空気が読めていないといった冷ややかな声が聞かれます。そういう中だからこそ安倍政権の屋台骨に徹し、自らを殺すかのように総理を支え続ける姿が、ポスト安倍は危機管理に強い菅だといった期待感を生み出す要因になっているのかもしれません。そして安倍総理も月刊誌のインタビューで菅長官について、有力な候補の一人であることは間違いないと言及しました。では安倍総理は秋の人事で菅長官をどのように処遇するのでしょうか？政府与党内からは、今の内閣は安倍菅内閣だから、安倍内閣が終わるまでは菅長官は最後まで変えられないといった声があります。また党内では、菅長官が総理を目指すなら安倍内閣を離れるべきだとの声も出ていますが、政権幹部が
コロナが収まらない中、人事は大きく変えられないと語るように、安倍総理の体調不良も指摘される中、危機管理を担う菅長官を交代させるのは現実的ではないとの見方が大勢です。安倍総理にとって秋の内閣改造党役員人事は自らが行う最後の人事となる可能性があり、自身の後任ポスト安倍を見据えながらの人事となります。それだけに安倍総理が菅長官をどう処遇し、菅長官がそのポストで何を目指すのかは今後の政局の大きな焦点となります。